おはようございます。私たちは今、岐阜県高山市の乗鞍の畳平に来ています。今日はこちらから乗鞍岳に登山したいと思います。今の標高が2702。畳平ね。いきなりね、ものすごい高いところに来ちゃってますけど、高座順応を今してるんですけれど、タクシーで、ね、来たので、ね、タクシーで来て、でいきなりちょっと登山すると気持ち悪くなっちゃったりするので、まあ、トイレとかちょっとブラブラしたり10分ぐらいのんびりしてからの登山になります。今日はねちょっと、ね、天気早めに崩れたようだったから、そうそう、今日もちょっとね午前中勝負っぽいような感じで天気、まず山頂にね行っちゃってからまたそろそろその他もちょっと、ちょこちょこ高いところにある低山を登るって感じだよね、うん、乗鞍でね、そんな感じね、いくつかね山があるんだけど、うん、なのでね、まあそんなにきつくはないと思うんですが、まあなぜ高いところなので、そもそもちょっと息が上がって大変っていうことはあるかもしれないですね。まあ慌てないでね、うん、ゆっくりと、はい、それではレッツラゴー乗鞍。観光センターの道路側にバスのチケット売り場があります。で、その山側にシャトルバス乗り場ですね。で、今私たちはちょっと待ってるんですけど、タクシーで行くことにしましたタクシー5人乗るとバス代より安くなるっていうことで5人集まるまで待ってます。いいですかね、はい、はい、バスより帰り1950円だから、はい、かなり安いですね、はい、帰りもこれ乗れればまた1000円とか集まればね、はい、で先にいただいていいですかね、はい、はい、はい、タクシーとしては居心地いい、そうね、ちょっと上高地は普通のタクシー、こっちはね、そうミニバンで、そうミニバン自体乗り慣れてないけど新鮮。この正面が馬のプラの形して乗り比べて名前の言い、そうなんだ、はい、おお、穂高も綺麗に見えて、槍が綺麗に見えてる。でお寺はこことそこと、はい、2階にあります。いい畳平に到着しました。普段のここでバス乗ってください。ああそこの中央玄関とかね、ああ、はい、で1時間に1本ですからね、帰り1時、2時、3時ってね、はい、はい、タクシー降りました。ありがとうございました。で、ちょっと着いたばっかなのでトイレとかね、ちょっと済ましたりして10分ぐらい、行動順応します、うん、ちょっとここですか、ね、一気にね、2700ここ標高、うん、8時半までここにいようか、うん、ちょっと体慣らしていきます、うん、あ、なんか太鼓の音が来ました。神社からかな。今何時？今8時半。あ、時報？
地方ではないかな。地方ともいい。朝のお仕事ってことですか。うん、鶴ヶ池。じゃあ、あれ正面が山頂のリクラの、どうだっけ、あそこ、あれ富士見岳だっけか、のリクラの山頂どれだったかな、右側、うん、点々と細く咲いてます。あー雲海、あー八ヶ岳見えてるね、いいね、雲海ですね、富士岳で富士山見えるかも、うん、槍が見えてますね、穂高と花畑はもうあまり花がないですね。丸いのが気象観測場みたいだったかな、なんだったかな、雲海の見えるここは日本海側ですね、ちょっと雲でね覆われてますが、雲がないときは、ね、白山が見えたりするんですよね。コバイケソウが咲いてますね。ハイキンガミで山頂方面ですね。富士見岳去年向こうから登って降りてくるとこっちに通じるんですね。ちょっと先に行けルートでこっち来ちゃいましたけど、観測所が見えるさっきの、ちょっと方向的によく分かんなくなるな、ここ歩いてると。ここが山頂、左、一番左、はい、ここが肩の小屋か、肩の小屋から山頂を目指します。あ、トイレができた、あ、本当だ、うん、よし、今こんな感じの砂礫の山を登ってますね。階段状にはなってるけどね、ゆるい、やっぱ標高が高いから息が切れる。この人のどっかに私は時計を落としてしまった、残念。Thank you.
白くなってきちゃった空が涼しいね。いや涼しいんだけどね。綺麗、エメラルドグリーンの雪ですね。ちょっとハート型っぽい。そして日本海側、雲海です。雲切れた。よっしゃ、このまま持ってください。もうすぐ神社ってところですね。こっち左から回っていきます。あ、Tシャツとか売ってますね。前もなんか買ってた気がする。ロゴさん一緒にしたいけど。エンブレムとかぶって。今割とマジで T シャツ買おう。迷ってのね。ライチョウの手に。前回の。かなり上の上。すぐぐるっと回っていきます。今はチェクトパンヌシさんがいます。常駐してますね。ありがとうございます。十分にご縁がありますね。十分にご縁がありた時買ったじゃん。買ったけど、それも9年前の話だよ。2種類あって、リアルな、うん、リアルな方と平面の方と2つあるんです。そう、そういうもんで、はい。パン、昨日、あの新穂高ロープウェイの1階で買ったパン屋で、パン屋さん。食感はこちらででしょうか。パンだけに。残念。残念。さらばプロトレック。また池が見えるところに戻ってきました。正面にあの霧がブワーって流れて、ちょっと隠れて、上山頂が隠れてる山が、あれが富士見岳ですね。ライチョウはおらんかい。こういう時に、こういうところに立派なんですけど、ハイマツがあって、で適度に緩いっていう。いで、いい富士見だけをにして、また一旦下に降ります。向かいのゴーグルだけ結構雲がガソってますね。あ、でも誰か立ってる。山頂に滝雲みたいね。
はい、富士見岳からここから、長野県に入りますね。今まで岐阜高山市だね。ここから松本市渡ります。で、大黒岳、何ですか、クマが出たと。クマ鈴持ってこなかったけど、気をつけていきます。はい、白っぽい駒草咲いてます。いい、いいですね。ノリクラだけ結構咲いてましたけど、ここのがはるかに多いですね。ああ、池がなんか鳥のように見えますね。で、小屋のような建物が見えてきましたけど、あそこ風よけっていうか、まあ、休憩所みたいな感じだったかな。あそこからあのお気に入りの私景色があるんだよね。覚えてる？覚えてない。まあ、そっちはね見に行きたいんだけど。とりあえず行こうか。はい、大黒岳休憩所。岐阜県って書いてある。何で見たっけ？ん？さっきからさ、ずっと、うん、曇ってるの割にはここだけあるね。そうそう、晴れてるね。私んちの上だけ。はい、休憩所でしたね。大黒岳です。今日3日目です。はい、それではお気に入りの季節、あの風景、風景がね、この後ろ、そう、うん、この先にある、うん、けど真っ白だよ。分かんない、行ってみて。あそこまで行くとさ、うん、見えてくんないかな。見えてはいない。あのね、ここね、左側に曲がるとまた面白い景色が待ってる。それがあのミニマチュピチュみたいなね、そういった景色が見えるところかな。うん、熱だな。この通りの、この、すごい直線のトレイルの先にはね、うん、大草原。あそこまで行って晴れると向こうにやりやすい、うん、はい、確かね、この位置だったかな。ちょうどそこのね、V 字谷っぽくなっててね。で、うん、水がちょっと溜まってたのかな。どうだったかな。もうすぐ道路ですけどね、道路のすぐ入り口すぐにね、駒草がいっぱいね。今日こっちの大黒岳一番多かったね。群生してたね、すごいね。小さいけどみんな群生してた。こんなにいっぱい咲いてると思わなかった、うん、びっくりです。はい、ロードに出ました。この左側があの大黒岳に通じる道ですね。上から降りてきました。うん、すっかり白い。真っ白。真っ白ですね。本当は、乗鞍のね、雄大な景色が拝めるんですけどね。
まあしょうがないですね。もうこの時間ダメみたいな。うん、梅鉢草可憐ですね、白くて。はい、大黒岳ロード歩いて鶴ヶ池に戻ってきました。あとはそんなに歩かないと思ったけどな、あそこのあの畳平のバス停まで。かわいいよね。すごいね、お花畑になってるね。うん、このお花畑いいね。ね、周辺が綺麗ね。うん、はい、畳平に戻ってきました。はい、今バスチケットを購入しました。2時5分、うん、ですね、ここで買った、うん、ここで買って並んでて、ここ並んでる時にね、そう、あの売りに来てチケット、面白いシステム、うん、あ、続々と来るんですが、1、2、3、4、5、6、7台、7台来てる、すごいな。上りは上りの片道これより高いみたいな。そうそうそう、なんか税金がかかんないって下りは、うん、入山料みたいなのが入ってくる、これに。下りはかからない、かからない。まあタクシーで乗ってもね、入山料みたいなのが入ってくる。そう、頭割れてるから、うん、どっちが安くなる、うん。うん、じゃあ、うん、はい、サーバー乗り倉、またいつか。お待たせいたしました。本日はパルヒコ交通をご利用いただきましてありがとうございます。このバスは乗り倉高原観光センター行きです。